どうも、哲学とです。今回は、こだまする悪夢のおすすめのパーティー構成についてお話ししていきたいと思います。まあ、こだまする悪夢のティア150クリアを、目指すにあたって、まあ、このね、パーティー構成じゃなきゃ絶対ダメってことはないので、好きなキャラクターでね、持ち寄ってプレイするっていうのも、楽しみの一つなので、あくまでもね、なんていうか参考程度に、聞いていただければなと思うんですけど、まあ私結構海外の、パーティーや、まあ国内のパーティーも含めて、まあいろんなパーティーの方と、こだまする悪夢を一緒に遊ぶ中で、まあ一番多い構成っていうのは、火の鳥がまあ3人入っていて、あと、水稲あるいは略奪者セットですね。デモ班の略奪者が、水稲が1人入ってるような構成。あと、まあ、火の鳥4人っていう構成もありますね。まあ、結構多いかなと思います。まあ、CS 版のね、に限ったことですけども、まあ、ツイスターとね、ディスインテグレートの同時押しで、結構火力が出るっていうね、課長、ツイスターウィザードっていうのがありますので、まあ、そのビルドをやって、で、まあ、組むのが、まあ、結構火力は出しやすいんですけども、まあ、課長ウィザードの欠点としてね、どうしても攻撃が、なんていうかな、一方向に限られちゃうので、こだまする悪夢はね、こう、四方八方から、こう、敵が押し寄せてくるっていうような、構造になってるので、まあ、序盤のね、ティアの進めがやっぱり、火の鳥ウィザードだけで構成したパーティーだと、遅くなってしまうので、そのために、まあ、序盤の敵をどんどん倒して、ティアを上げるために、稲文句が一人入ってるっていう構成。あるいは、略奪者デモハンが、まあ、倒していくというような構成になってて、で、後半のね、まあ、ティア130以降に なってくると、なかなかね、まあ、火の鳥ウィザード以外のキャラクターだと火力が出しやすい。出しにくいっていう部分もありますので、まあそこからは課長が火力の、メインになっていくと。なので、最初は全方位に攻撃できる、キャラクターが、1人いて、まあ、最初のティアをガンガン進めて、まあ後半課長の火力で押し切るっていうのが結構多いかなと思います。で、まあどのパーティーでもね、まあティア150クリアは可能なんですけども、まあ一つね、キーになってくるアイテムが、普段は従者につけてる、この時の方向っていうアイテムで、まあ、こちらのアミュレットをつけておくと、闘門の効果時間が2倍になると。こだまする悪夢の中では、力の闘門、あと、俊敏の闘門と、あと、チャネリングパイロン、なんていうのかな。伝達の闘門か。とあと、導きの闘門、稲妻の闘門、の4つが出てくるので、まあ、これのね、効果時間が2倍になるというのは結構大きいので、まあ、どんなパーティーでも時の方向をね、必ず誰か1人がつけていくっていうのが必要になるかなと思います。で、パーティーの場合はね、この時の方向には発散っていう効果がついてますので、誰か1人がつけてれば、まあ、2倍の効果が持続するという形になります。ただですね、この時の方向をつけてるキャラクターが死亡しちゃうとね、この効果一時的に消えちゃうので、必ず闘門を取るときには、この時の方向をつけた、キャラクターが生きた状態で、闘門を取るというのが結構大事になってくるかなと思います。まあ、火の鳥ウィザードはね、結構その、テレポートが無限に打てるとかっていうこともあって、まあ、後半のね、毒の、隕石だったりとか、あるいはね、爆発から逃れるのも結構得意なので、いいんですけども、やっぱり序盤のね、遅さっていうのがありますので、そこを補うようなキャラクターを一人入れておくのが、おすすめかなと思います。まあ、こういう話をするとね、なんかこれじゃなきゃダメみたいなことを言ってると解釈されることがあるんですけど、そういうことは全然ないので、全然ね、好きな、キャラクターで試してみるっていうのがいいし、まあ今ね、流行ってるのが、まあ火の鳥を何人か入れてるビルド、パーティーっていうだけで、まあ今後ね、シーズン後半になるにつれて、パーティーの構成なんかも変わってくるんじゃないかなと思いますので、またね、こう、パーティープレイの中で気づいた点とかあれば、また動画でね、シェアさせていただければなと思います。
どうも今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。